中国江蘇省の専門学校で学生らが刃物で切りつけられ8人が死亡しました。地元警察によりますと、昨夜江蘇省の専門学校でこの学校に通っていた21歳の男が刃物で学生らを切りつけ8人が死亡、17人が負傷しました。男は現場で拘束されました。事件から一夜明けました。現場は今なお警察による物々しい警備体制が敷かれています。男は卒業試験で不合格になり、実習先での報酬にも不満を抱えていたということです。上海にある日本総領事館によりますと、日本人の被害者はいないということです。中国では11日に広東省で男が車を暴走させ35人が死亡するなど、公共の場での無差別殺傷事件が相次いでいます。